商品内容はフラップクリップ、トリセツ、コードフック、保護シートです。それでは取り付けていきます。グローブボックスに保護シートを貼り付けます。まずグローブボックスを開き、小さい方の剥離紙を剥がしてくぼみの上あたりにしっかりと貼り付けます。続いて大きい方の剥離紙を剥がしてグローブボックスに沿わせるようにしっかりと貼り付けます。保護シートの上からラップクリップを取り付けます。少し手で開くようにすると取り付けやすいです。完成です。